ご来場ありがとうございます。まもなく開演いたします。はい、皆さんこんにちは。埼玉玉内吹奏楽団副団長たかしです。はい、団長の伊藤大輔です。フルートのスーさんです。今回はですね、お二人、団長とスーさんは、今音楽大学に所属してるんですけど、どうして音楽大学に行ったのか、まあ、進学した理由ですとか、まあ、そういう話を聞けたらなと思っております。ではそうしましたら最初、団長ですね、むっちゃん、なんで音楽高校に進むことになったんですか？はい、私はまず幼稚園ぐらいから音楽習ってて、で小1からずっとピアノをやったんですよ。で、まあ、面白いんだけど、中学1年生の時に進路希望調査があったの。中学1年生の時ってみんな高校決めてる？いや、全く決めてないでしょ。決めてない。うちも決めてなくて、高校一覧みたいなのを配られたから、そこ覗いてたら、なんか音楽高校って書いてあるから、じゃあ私音楽やりたいからここにしようって、こう何も考えずに書いたのが始まり。じゃあそうしましたら、せっかくなのでスーさんにも聞きしたいんですけど、スーさんはですね、かなり高校の時にすごい強豪校と言われるような、ね、吹奏楽部に所属してたんですね。はい、なので、まあ、そちらに、まあ、進学した理由とお聞かせいただければと思います。塾の先生から勧められたのがきっかけで、もともとは僕中学校吹奏楽部で、その後吹奏楽あんまりやるつもりなかったんですけど、中学校3年生の時の夏のコンクールにいい賞を取れず、まあ、賞が取れず、まずで、なんか納得いかなくて、ちょっともうちょっとちゃんとやりたいと思って、それで決めました。はい、なるほどなるほど。今現在お二人音楽大学に通われてるんですけど、やっぱり音楽大学の授業スタイルは少し違うのかなと思いまして、そちらの説明していただければと思います。じゃあ私からかな。まず教室に、ほとんどの教室にグランドピアノが置いてありますね。ああ、あるね。これは聞き取りとか、あとは初見で弾いたりとか、そういう音楽的な授業で使うことが多いですね。あとはその音楽の授業だけど、和音進行の授業っていうのもあって、それの答え合わせで先生が弾いたりとかね。なるほどね。だから施設もちゃんとしっかり充実してるよっていう、なんか学校説明会みたいになっちゃったね。じゃあスーさんに質問なんですけど、普通の高校から音楽大学にそのまま進もうと思ったきっかけは何なんですか？そうですね、高校2年生の時なんですけど、まず僕高校1年生までは全く音大に行くつもりとかなくて、高校の吹奏楽が終わったらもう、まあ、フルートですけど、フルートやめようと思ってたんですよ、もともと。そうなんだけど、さっき言った通り部活で学校を選ぶぐらい、もう部活ばかで音楽しかやってこなかったので、高2に上がった時の、 その担任の先生との二者面談で、お前そんなに音楽ばっかやってんだったら音大行けばって言われたんですよ。で、そこで全く考えてなかったけど、ああそっか、音大でフルートをやるって道もやっぱあるのかなと思って、そこで決めましたね。じゃあ続いての質問で、音楽大学に行く時に特別準備したこと等あったら教えてほしい。じゃあ団長から。私は、まあ、音楽高校から行ってるんですけど、ソルフェージュって言って、聞き取り、そのピアノで単旋律とかが流れてきて、それを聞き取って楽譜に書くっていう試験があったので、その練習は先生にしてもらいましたね。あとは僕高校はピアノの専攻で行ったので、まあ、普通にベートーベンとかバッハとかエチュードとか、そういう曲をひたすら練習して、受験の時にいい形で弾けるようにっていう準備をしましたね。武藤とは全く違って、本当に普通の勉強しかしてこなくて、音楽の勉強って皆さんが普通に高校とか中学校で受けたような音楽しか受けてないので、楽天とかソルフェージュとか全くやってないんですよ。なので、まあ、ソルフェージュっていう、さっき言ってた聴音っていうんですけど、まあ、楽譜の書き取りとか、新曲師匠って言って、楽譜を入って渡されて、予見って言って、まあ、楽譜を見る時間があって、でじゃあ歌ってくださいって言われてアカペラで歌うっていう、そういうレッスンに通って、で楽典も全くやったことなかったので、もう楽典の音程っていう一番最初のやつがあるんですけど、そっからも
あのレッスンで教わり始めてみたいな感じでしたね。あとはピアノもやったことなかったので。ピアノ試験だもん。あるある。へえ、あの楽器の人でもあるんだ。そう、普通副科ピアノ楽、はいはいはい、としてあるのよ。へえ。最後にですね、音楽大学行ってよかったなと思うこと一言ずつもらえますか。はい、一番は音楽の勉強に専念できることっていうのと、まあなんだろうな、授業が音楽系だっていうイメージが強いと思うんですけれども、やっぱり環境が整っている、さっきの教室もそうだし、レッスン室とか練習室もあって、そこにもちゃんとピアノがあって、あとホールもあったりとかね、そういった面では本当に施設も整っているので、音楽を学ぶ上でいい環境だと思います。だから、音楽勉強したいなっていう人はぜひ志してみてはいかがでしょうか。はい、もうほとんど言われましたね音楽が本当に好き で音楽の勉強をやっぱ専門でやっていくので、自分にとってすごくいい先生に巡り合えたこととか、あとは、まあ、管楽器としての専攻なので、吹奏楽の授業とかオーケストラの授業をあって、そういうので全然したことない経験とか、やっぱ高校の吹奏楽部とあの専門でやってる人の指揮者の指導ってやっぱちょっと違うので、そういうことを勉強できたことがやっぱすごくいいことですかねと思います。はい、はい、ということで皆さん、よかったら音楽大学目指してみてくださいねちょっと手間みたいになっちゃった。はい、ということで本日もご視聴いただき本当にありがとうございました。この動画面白かったなと思った方は高評価、チャンネル登録よろしくお願いいたします。それでは次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。バイバイ。本日は埼玉玉虫交響吹奏楽団 YouTube へのご来場ありがとうございました。またのお越しをお待ちしております。